6月18日2016年 ACL 勝ち上がりに2ステージ戦が重なり過密日程に2016年の日程を見たとき僕は高校生の頃見た光は西へという言葉が思い出されました山陽新幹線開業を告げる宣伝文句です ACL の日程と重なるため J リーグ第10節のガンバ大阪戦が先送りされ 第15節鹿島アントラーズ戦と第16節サンフレッチェ広島戦の間に入っていましたですから6月11日土曜日ホーム鹿島戦15日水曜日アウェーガンバ大阪戦18日土曜日アウェー広島戦という日程になりますアウェー大阪から中2日でアウェー広島こういう日程の時レッツは大阪から浦和に戻らず そのままま広島に行きますつまり新幹線で新大阪まで行きそして一仕事を終えてからまた新幹線で広島まで進むというのがあの秀逸なキャッチコピー光は西へを思い出させたんですチームが浦和に戻らないのは選手の疲労を少なくすることが第一義的な目標理由でしょうが僕は経費的な理由から迷わずそうしました。 2泊余計することになりますがそれでもその方がだいぶ安く上がるからですサポーターも仕事さえ休めればそうするでしょうあ実際いましたし2016年6月18日土曜日浦和レッズはエディオンスタジアム広島に乗り込んでサンフレッチェ広島と J1 リーグファーストステージ第16節を行い2対4で敗れました ACL でラウンド16に進んだことで ステージ優勝は5連戦となっておりその3試合目でしたチームは奮闘したと思います逆転でステージ優勝の望みがある中で前節はガンバ大阪に0対1で敗れ後がなくなりましたこの広島戦も6分という早い時間に失点するんですが26分関根貴大選手が同点ゴールを決めます実は これがリング戦ではチーム5試合ぶりの得点でした。勢いづいたレッズは40分に宇賀陣智也選手が勝ち越しのゴールを挙げます。2対1で折り返します。ところが後半は追加点が取れずにいると、64分にコーナーキックから広島に同点とされてしまいます。これで連戦の疲労が動きに出るようになってしまい、 レッツはメンバーを交代して奮闘したんですが逆に2点を失いアウェー連敗その前の方も鹿島戦から3連敗となりステージ優勝の可能性はなくなりました鹿島戦の前まではリーグ3位で昇化試合数が首位の川崎フロンターレ2位の鹿島より2試合少なかったので優位に立っていると思われました この未償化2試合のうち1試合が先ほど述べた第10説、ガンバ大阪戦です。でもう1試合は第13節 FC 東京戦、これホームですけども、これが HCL でラウンド16進出したのに伴い先送りされたものです。第16節広島戦と第17節これ最終節ですね、ステージの。ビッセル神戸戦の間の水曜日に入ってきて、 でですす。かからら鹿島線から5連戦となったわけです何も3連戦やった後、これ鹿島ガンバ広島の3連戦ですがその4日後にまた入れて5連戦にしなくても日程を見ると17節神戸戦と次のセカンドステージ第1節のアビスパ福岡戦の間が1週間空いていますからそこに入れりゃいいじゃないか。 そうすれば3連戦のあと1週間空きまた3連戦のあと1週間空きという日程になって多少なりとも過密さはなくなるのにと思いましたしかし神戸戦はファーストステージの最終節ですからここで全日程を終わらせないとステージ順位が決まりません通常であればその第17節の順位別にそんな暫定でもいいわけですよね通年制であれば ところがやっぱり無理にでもその前に消化してしまわないといけないとこうしてこのステージ終盤の5年戦は生まれたと僕は思っています。まあ、チームの現場としてはどっちがいいのかそれは迷うところかもしれませんけどアウェー広島戦の3日前にアウェーガンバ大阪戦があるのはシーズンの初めから決まっていたことです。 まあ中2日の連戦であれば大阪・広島と続いた方がまだ楽なのかなという J リーグの配慮だったのかもしれないですね。その後第13節の FC 東京戦が先送りになったのはレッズが ACL でラウンド16に進んだからで、まあ、2試合増えたわけですから ACL があのラウンド16の2試合分これはもう日程がきつくなるのは仕方がないです。 ただその代外比が選択の余地なく第17節の前に入ってくるっていうのはツーーステージ制なるがゆえですよね、まあ、これもそういう日程になりますよあの勝ち進んだ場合はそうなりますよっていうのは当初から決まっていたことですしそれを決める時にね列ん a c l で勝ち上がるとこここのステージ終盤きつくなりますねと J リーグ事務局が気遣ったとしても これはもうどうにもならないことだったわけです ACL に出場することは名誉ですけど勝てば日程がきつくなるのは仕方ありませんそこでさらに国内大会とも並行して勝っていく力がないとアブハチ取らずになってしまいますさらにこの年は2ステージ制が条件を厳しくしたと言えるでしょうねミシャ監督時代の中で2016年は総合的に見て一番成績の良かったシーズンだと思います それでもこのファーストステージ終盤の3試合は乗り切れなかったということなんですねまあそれにしても第15節のホーム鹿島戦にせめて引き分けていればファーストステージ優勝は川崎になっていましたですからチャンピオンシップに鹿島の出番はなくなるんですよ川崎とレッズの勝負になっていました、まあ、そうなっていれば 少なくとも年間勝ち点で15も下の相手にリーグ優勝をかっさらわれることはなかったはずなのにと今でも思いますさてこの内容はウェブサービスノートにも掲載していますこの日に関する他の方の投稿も読むことができますぜひノートにアクセスして「ハッシュタグあの日の私たち」で検索してくださいあなたは2016年6月18日何をして何を感じていましたか皆さんの投稿をお待ちしていますセオジュンがお送りしました それではまた明日